9月18日のマーリンズとの初戦で、大谷翔平は5打席で1安打2打点という素晴らしいパフォーマンスを見せた。特に注目すべきは3回にシーズン48号ホームランを記録し、48本塁打と48投塁を達成。MLB 史上初の記録となった。さらにこの1打で通算219本塁打となり、アジア出身選手としての最多記録を更新した。 この試合では、大谷のホームランは3回の2打席目に起こり、ドジャースが0対4でリードされている場面だった。マーリンズの主力投手との対戦で、大谷の打球は時速105.3マイル、約169.5キロで、スタンドの2階席まで飛び、飛距離は402フィート、約123メートルだった。試合後のインタビューで、大谷はこのホームランがチームの反撃のきっかけになったと語ったが、その後の打席でのチャンスを生かせなかったことを悔やんだ。 大谷は決意を持って打席に立ったが、いくつかの困難にも直面した。1回の最初の打席では、三振を喫した。しかし、2回目の打席では、ホームランでドジャースに2点をもたらし、マーリンズとの差を縮めた。これが、大谷のシーズン48号ホームランで、48、48、48本塁打、48盗塁を達成した。このホームランは、50、50の記録に近づくだけでなく、2021年に記録した、自己ベスト46本を超えた。 さらに、指名打者としての役割で、大谷はデイビッド・オルティスの記録を破り、DH としてシーズン最多本塁打を達成した。この成績により、大谷は2001年に、ショーン・グリーンが記録した49本塁打まであと1本に迫った。このホームランは昨年ワールドベースボールクラシックで日本チームと共に優勝したマイアミのローン・デッド・パークでの初ホームランでもあった。また、これは大谷がホームランを打った30番目の球場であり、 残りは、シンシナティレッツのグレートアメリカンボールパークとフィラデルフィアフィリーズのシチズンズバンクパークの2球場のみとなった。試合後、マーリンズのシューマッカー監督は、大谷の48号ホームランを目の当たりにし、興奮を隠しきれなかった。シューマッカー監督は、大谷は完璧に打ったと称賛した。シューマッカー監督は、大谷との対戦でのチーム戦略についても語った。大谷に得点させるなら、ランナーがいない時が最適だと語った。 しかし、ランナーが二人いる場面では、バカーが完璧な投球をして、私たちはリードを守ったと続けた。また、彼のチームは、ほとんどの場面で大谷を攻め、ホームランを打たれたが、それは大谷というスーパースターと対戦する際には、避けられないことだとも話した。シューマッカー監督は、投手陣のパフォーマンスに満足していることを表明した。彼は、誰もが大谷と対戦するのを避けたいと思うが、彼は、一打で試合を変えることができるスーパースターだと認めた。 しかし、シューマッカー監督は、マーリンズの投手たちが良いプレーをし、素晴らしい投球をしたことを強調した。特に、6回に大谷との対決でのバカーの圧力下での投球は、試合の重要な場面の一つだった。一方、ロバース監督も、大谷の今シーズンの自信と、パフォーマンスに感銘を受けていた。大谷がプレッシャーを感じているとは思わない。それは、彼にとって問題ではないと、彼は断言した。ロバース監督は、大谷が常に決意を持ってフィールドに立ち、 彼の一打席一打席が対戦相手にとって脅威であることを強調した。この試合を見守っていた中には50度のグランドスラム優勝を誇る車椅子テニスの伝説的な選手、国枝慎吾もいた。国枝は直接目撃して本当に衝撃的だったと興奮を隠さなかった。グランドスラムで50回の優勝、シングルス28回、ダブルス22回を果たし、さらにパラリンピックで3つの金メダルを獲得した国枝は、 自身が大谷翔平の大ファンであると認めている。彼とは比較できません。大谷選手のレベルは全く違いますと、国枝は謙虚に語った。それでも、この試合は大谷にとって完全に喜びだけではなかった。ドジャースが1点差に迫る4回の重要な場面で、大谷はチャンスを活かせず、相手投手の投球に負け、打ち損じて三振した。今日は打撃ゾーンに自信がありませんでしたと、大谷は語った。 ちょっとしたズレで調子が崩れることがありますと、大谷は認め、安定したパフォーマンスを維持する難しさを強調した、50、50の歴史的な記録に近づいているプレッシャーについて、大谷は率直に、それについて、あまりプレッシャーは感じていませんと語った、いい打席を積み重ねることを目指しています。それは、シーズンの最初から変わりません。インタビューでは、大谷がプレイオフで投手として出場するかどうかというメディアの疑問にも答えた、大谷は、それについてはわかりませんと断言した。 大谷は昨年9月に右肘の手術を受け、現在リハビリ中である。彼は9月末に投球練習を再開する予定だ。ドジャースのロバーツ監督は9月13日にブレーブスとの試合前に大谷がプレイオフに復帰する可能性について非常に低いがゼロではないと述べた。大谷は現在のリハビリ状況についてはコーチ陣とあまり話していないことを認めた。今はリハビリの進行状況に焦点を当てています。 帰国したら、オフシーズンの計画を含めて、次のステップについて、話し合うミーティングがあると思います。多くの人々は、プレイオフでの大谷の起用が、ロバース監督が検討している戦略の一つであると考えている。特に、ドジャースの投手陣が苦しい状況にある今、しかし、この戦略は、大谷の将来にとって、リスクが高すぎるのではないかという疑問も浮上している。大谷は手術後、順調に回復しているが、 プレイオフのような高圧環境で、160キロの速球を投げることは、彼の肘に危険をもたらす可能性がある。一部のファンは、大谷がチームに貢献したいがために、自分を限界まで追い込み、それが彼の長期的なキャリアに影響を与えるのではないかと懸念している。選手が自らに害を及ぼすことがないように保護するのは、監督の責任ですとあるファンがコメントしている。彼らはまた、ロバース監督が、大谷の投手キャリアに影響を及ぼすような決定を下さないことを望んでいる。 ファンは、プレイオフで、大谷が投手として出場することを望んでいるが、大手術を経たばかりであるため、彼の完全な回復を優先する必要があると、多くの人々が考えている。一部のファンは、大谷を早期に起用すると、さらに深刻な結果を招き、再手術が必要になる可能性があると警告している。ファンサイデッドの解説者、リオ・エル・ランパートは、今年のプレイオフで、大谷に投げることを強制する者は、解雇されるべきだと強調している。 彼はまた、ドジャースが大谷と結んだ、10年7億ドルの契約を考えると、プレイオフで彼をリスクにさらすことは容認できないと強調した。ランパートは、大谷の打撃力が、ドジャースにとって欠かせないものであり、慎重にリハビリを進め、徐々に投手として復帰させる必要があると指摘している。プレイオフで、大谷を投手として起用するのは、全く非現実的だと、彼は断言している。ロバーツ監督は、大谷がプレイオフに参加する可能性について言及したが、 彼が投手として出場することを確約しているわけではない。これは、あくまで緊急時のオプションに過ぎず、ドジャースが大谷にすぐに投球を強制しているわけではない。実際、大谷についての議論は、常に物議を醸す。なぜなら彼は、投打の二刀流をこなす唯一の選手だからだ。しかし、これにより、大谷が過度に使用されることで、リスクが生じるのではないかという懸念も生じている。特に、彼の大手術後ではなおさらだ。 ファンの多くは決定的な試合で彼をリスクにさらすのではなく大谷の健康と未来を最優先すべきだと考えている質の高い投手が不足しているためドジャースは大きなプレッシャーにさらされている大谷がプレイオフに投手として参加できるかどうかは重要な要素となるが現時点ではまだ何も確定していないご視聴いただきありがとうございましたコメント欄で話を盛り上げてください他にも面白い情報を最新で知りたい方は チャンネル登録よろしくお願いします。